駅の北口閉店した、ユニー東、岡崎店の跡地に建てられた賃貸マンション。ペデストリアンデッキが建設される前、東岡崎駅東改札口と、明大寺交通広場をつなぐペデストリアンデッキ。駅の西側東岡崎駅前通りとは、愛知県岡崎市にある名鉄名古屋本線東、岡崎駅前を通る道路の通称名である。吹屋町交差点から明大寺。 本町交差点までの総延長約700メートルの区間を指す。内東岡崎駅前交差点から明大寺、本町交差点までの区間は、愛知県道477号東大見、岡崎線に指定されている。また、吹屋町交差点から、東は竜三岡海岸通り、明大寺本町交差点から、西は六名通りの通称がある。2005年2月20日、 ユニー東、岡崎店が閉店。2006年9月、取り壊し後の跡地に15階建ての賃貸マンションが建てられた。現在、東岡崎駅東改札口から北東方面に向かってペデストリアンデッキが建設中である。上民大寺町2丁目14番地の土地では、北東外区有効活用事業が進んでおり、2019年中に複合施設、 ビジネスホテル、立体駐車場、駐輪場、秋雄郷公園などが整備される予定。ありがとうございます。